岡崎市立元宿小学校は愛知県岡崎市の公立小学校。校舎と運動場校舎岡崎市元宿町に位置する小学校。1872年に開校した本宿号学校。1873年に開校した照明学校。1876年に開校した宝山学校などを前身とする。龍谷小学校、藤川小学校。 山中小学校とともに、岡崎市立東海中学校の学区を構成する。1872年、本宿号学校が創立された。1873年、ぬかた郡元宿村に、照明学校が創立された。さらに1876年、道村大畑に、宝山学校が創立された。1880年に、元宿学校が開校。 1892年に、元塾人上小学校が開設された。大畑には、1903年に、大畑人上小学校が開校した。1912年、元塾大畑人上小学校を廃校にし、本宿村全域を学区とする、元塾人上小学校を、現在の高知に設立した。1919年、 高等化を併地した元塾神城高等小学校が現在地に新築される。1941年には国民学校令試行により元塾国民学校となる。1947年に学生改革に伴い本宿村立元塾小学校となり、1955年に元塾村の岡崎市への編入合併により岡崎市立元塾小学校に改称した。 1977年から1987年に、かけ、校舎や運動場の増改築が行われた。ありがとうございます。